それではまずはじめにアカペラ曲の花咲く日々を2メートル間隔マスク着用でお願いいたします。Thank you.
ここで一旦5分間の休憩をいただきます。合唱団の方々は一旦椅子の方にお願いいたします。お待たせいたしました。それでは実験を再開いたします。土曜会の皆様ご入場ください。それでは、鶴岡市民歌第一三章を2メートル間隔、マスク着用でお願いいたします。
入場をお願いいたします。それでは最後の検証はマスクもフェイスシールドもなしの状態で歌っていただきます。これまでの検証は左右の間隔を1メートルと2メートルの2パターンで行いましたが、今回は合唱団の皆様の安全を考慮して2メートル間隔だけで間にビニールシートを置いた状態での検証となりますのでご了承ください。それでは合唱団の皆様はマスクを外して準備の方をお願いいたします。それでは花咲く日々鶴岡市民歌第一三章続けてお願いいたします。Thank you.
がとうございました。それではこのまま質疑応答の方に入らせていただきたいと思います。でその前に、合唱団の方から歌ってみての感想をお伺いしたいと思います。小野寺さんと斉藤ひとみさん、前の方に出ていただけますでしょうか。ちゃんと言葉が飛ばないような感じが、感覚としてやっぱあります。フェイスシールドの方はですね、声は一応聞こえるは聞こえるんですけど、自分の声ばかりがすごくよく聞こえて、周りのこう声、ハーモニーだったりバランスっていうのがどれぐらいなのかなっていうのが分からない、感じがしました。あと感覚ですけども、2メートル間隔よりは1メートル間隔の方が断然歌いやすいです。すごく周りの声がよく聞こえます。はい、以上です。あと指揮者、指揮者、フェイスシールドをつけていると、片手の上ですごい指揮者の顔が全く見えなくなる瞬間反射してがあって、なんかちょっと見づらいなと思いました。はい、以上です。私も真ん中の方で歌ってはいたんですが、やっぱりフェイスシールドをつけるときめんに周りの音と自分の声のバランスがわからないなというのが一番感じたことでした。マスクをしていると確かに歌いづらいは歌いづらいですね。ブレスは入らないし、マスクの振動がすごく気になるので、そちらにも気を取られてしまって、自分の体のバランスがちょっと意識がいつも通りにいかないなというのは感じました。でもフェイスシールドをしているよりははるかにマスクの方が音楽としては歌いやすいかなと思いました。ありがとうございました。それでは高評価で皆様ご着席ください。ありがとうございました。それでは引き続き質疑応答ありがとうございました。実際にマスクして聞いてるとやはり曇ったりもないフェイスを受けました。フェイスフィールド今かけた段階で歌っているときはやはり後ろから発表しているような歌声に聞こえました。で音域もやっぱり全然違いました。やっぱり何もなしで歌っていただいた方がすごく迫力もありますし、ちょっとやっぱり見てるお客さんたちも感動を与えるような形になる。ただマスクしてないと、マスクだと表情がわからないので、そこら辺は、見てる方としては声は聞こえる、音は聞こえるけども、やっぱり表情が見えないというのがちょっと残念かなと。ありがとうございました。他にどなたかいらっしゃいませんでしょうか。藤崎先生の方から指揮者としての何か感想をございましたか。私の方はですね、本当さっきフェイスシールドとなんか見えないんだけど、マスクがないと口で合図ができるなって自分で勝手に持ってるとでも見えてなかった。自分では口で合図ができるのが、手だけで合図しないで、発音とかなんかは口で合図するので、フェイスシールドがなんか合図できるなと思ったけど、本当さっき見えてないって言われて、一人終わりだった。でも、そうで
ではやっぱりマスクの方がよりなんかこう曲折感がありますね。フェイスシールドってなんかこういろんなところに反射していて、どれがテンポなのか分かんないみたいなところにこう聞こえてくるんで、まあ、そういうところもあるかなと思ってました。まああとやっぱりちょっと息苦しく、自分振っててもですね、マスクでやっててちょっと息苦しいんですよ。フェイスシールドの方が息苦しくないけど、でも耳がなんかちょっとボワーンとしてしまって、それぞれなんかやっても、まあでもみんながマスクの方に歌いやすいと思ってるっていうのはちょっとあるなと思いました。もう本当3ヶ月ぶりにマスクを持ってみんなの歌声を聞いたんですけども、このツイッターでなくても、なんかこう、まだ生声を聞いた方が全然違うなというふうに思いました。ただね、一心に僕、みんなの飛沫を浴びることになっちゃうので、危険だなと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございました。他に、どなたかいらっしゃいませんでしょうか。それでは質疑応答の方を終了させていただきます。